お待ちください。目覚められましたね。支度は大事ですね。近くにロストが脅威となる。
分はいかがですか？少し待って。見てる。足が速いので。ここは初めてなんじゃない？Thank you.
行きましょう。初めてなんじゃない？闇雲に進まないよう慎重に行きましょう。ロスト化した兵があそこに。はあ、行くわよ。やりましょう。当たって。動ける兵もいるみたい。見てなさい。連携していきましょう。待って。ロスト化した兵があそこに。はあ、行くわよ。じゃあ当たってない。私だ。あれ、私好き。
私はこれから再度シルバが暴走しかかっている今、急い君たちの親切心に。少し待って。行くわよ。どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。ずっと守り続けるだなんて、そんなの僕には必要ないよ。私は不要ということですか？そういうことじゃないよ。僕なんかのために自分を犠牲にしてほしくないんだ。僕は大丈夫だから、君は君のために生きて。私のために？侵害の伴侶としてではなく、自分のために生きる。何のために？私のやるべきことは継承者様に寄り添うこと。役目を放棄した私の生きる意味など。継承者様、私の居場所はここにしかないのです。あなたをお守りすることが私の使命。あなたがここにいる限り、私もここにいます。あなたが救われるその時まで。
侵害の伴侶はとても不器、あなたと出会えていなければ今頃は私も。足が速いのね。今行くわ。どうか、それ、お許しください。足が速いのね。
の継承者の引き継がけ、ここの継承者の痕跡が継承者の確か。うわ、ああ、それは冷やが類似した。けし、もしでこれけ、もし今行くわ。見てなさい。物陰の多いのか。お待ち、どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。継承者の音に案内しよう。そう言って連れてこられた施設には、機械につながれた他の伴侶たちが力なく横たわっていました。何かの研究施設のようです。しかしいくら探しても、継承者様の姿はありません。その気配だけはとても近くに感じられるというのに。御堂という男の研究によって、他にいた伴侶たちは皆灰になってしまいました。継承者様の気配は未だ近くにある。探しに行かなくては。体が思うように動かない。それでも継承者様の苦しみを支えることこそが私の使命なのですから。自分や他人のことなど顧みず、ただただ継承者の無事を願い、姿を求めてさまよい続ける。私もそうでした。目の前で襲われ
暴走しかけている伴侶を私は気にも留めず、あれは正しいことだったのでしょうか。お待ちどうかいまいち記憶の糸をお紡ぎください。継承者様、この歌を、この歌をおやめください。この歌は我らの罪の記憶を呼び起こさせる。どうかお許しください。この罪をどうか。どうして彼女は謝っていたのでしょう。罪とは一体何なのでしょう。私は一体何を忘れてしまったのでしょうか。お待ちどうかいまいち記憶の糸をお紡ぎください。こんなところで倒れるわけにはいかないのです。継承者様を探さなくてはお守りしなくてはならないのです。ですから、どうか。継承者。寄り添うべき継承者にたどり着くことなく、こうして灰になってしまった伴侶も少なくないのでしょう。私も一つ間違えれば同じ運命をたどっているところでした。使命のためにまっすぐに生きることしかできなかった。他の道を行けば生き延びられたかもしれないのに。お、どうかいまいちど記憶の糸をお紡ぎください。すみません、継承者様。守り続けると約束したはずでしたのに、あなたの暴走を抑えることができませんでした。解釈されるあなたはただ見守ることしか。私は
何のためにここにいたのでしょうか。私は、寄り添う者を失い、この伴侶は暴走してしまったのですね。暴走する継承者を見守ることしかできないのなら、私たちの存在に意味はあるんでしょうか。私たちは一体何のために、おっどうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。継承者様の苦しみがこれで少しでも和らぐのなら、私は喜んで犠牲になりましょう。それが私に定められた使命なのですから。どうか末永く。継承者を支えるためなら、自らの命をも犠牲にしなくてはならないのでしょうか。それではあまりにも、私が間違っているんでしょうか。
理解できません。あなたの行いはこの地に再び災厄をもたらす。これ以上罪を重ねてはいけないのです。寄り添うだけでいいのです。それが私たち伴侶の使命なのです。道を踏み外せばいずれまた同じ過ちを。行きましょう。私たちは私たちがやるべきことをやるだけです。扉の向こう側に何が？行きましょう。血の湖で、なんて光景なの。